片付けは自分自身と向き合う行為です。学識サロンの間です。今回は堀内康隆さんの著書、人間関係のお片付け、これを紹介していきたいと思います。あなたは今の人間関係、正直どうですかね？ぶっちゃけ疲れ切っていませんか？気の合わない同僚、パワハラ上司、やけに干渉してくる友達など、正直ね、いると思うんです。私もね、何人かいます。私たち人間の悩みは、人間関係が 90% 以上とも言われていますから、これを改善しない限り、ずっとね、今後何年、いや、下手したら何十年、人間関係で苦労して過ごしてしまうことになるんですよ。一度きりの人生。そんなの嫌ですよね。ですがもう大丈夫。実はそんな面倒な人間関係を解消するチート級の方法がこの本に書かれているんですよ。堀内先生ありがとう。しかもこれそんなんでいいのってくらい簡単な方法なんです。そこで今日この動画で学べるのはこの3つ。1、人間関係の悩みはこの3つの箱に仕分けすれば全て解決する。2、どうでもいい相手とはをすれば最小限のお付き合いで済む。3、恋愛で一生悩んでる人はこの考え方をしてしまっている。この動画を見終わった後すぐに実践できる内容ですし、めちゃくちゃ簡単な方法なので、ぜひねやってみてください。これで人生の悩みの9割が解消されたら本当にラッキーですから。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。1つ目、人間関係の箱という話です。実は私たちは他人のことを無意識のうちに箱にね分けているんですよ。例えばですけど、父親の箱、友達の箱、上司の箱、恋人の箱など関係の箱に仕分けをしているんです。あ、この人は職場の人だから職場の箱。あ、この人は友人だから友人の箱。で、確かにイメージするとすぐ浮かびますよね。まさにそれで箱に分けているんです。ただですね、この行為が人間関係のストレスになる大きな原因ともなっているんです。これどういうことかというと、まず箱を作りすぎてしまって複雑になってしまっているんです。さっき挙げた以外にも、親戚の箱や男性の箱、女性の箱、年上の箱など気がつかないけど無意識にたくさん作っているんですよ。これね、PC のデスクトップの画面をイメージするとわかりやすいんですが、そこにフォルダがいっぱいあると複雑でよくわかんなくて面倒くさくなるじゃないですか。それと一緒です。そしてもう一つが、その箱に〇〇しなければならないというルールを設定してしまっているんです。例えば、上司の箱に入れた人にはニコニコしなければならない。反発してはいけない。丁寧に扱わないといけない。といった感じです。このルールのほとんどは親とか学校の先生とか社会、常識といった他人が作ったものから今まで影響を受けてあなたが作っているんです。つまり自分では決めたものではなく、他人のルールによって生きて、他人のルールによって我慢したり妥協したりしているのがしんどい原因なんですよ。ではこの関係の箱を良くするためにはどうしたらいいのか。そこで重要となるのが距離感の箱なんです。この箱には3つあって、1、どうでもいい箱、2、一緒に過ごしたい箱、3、理由なく惹かれる箱。この3つなんですが、今まで関わってきた人をこの3つの箱に仕分けてシンプルに考えるようにすればいいんです。一つ目のどうでもいい箱は、社交辞令の付き合いの人や苦手な人、距離を置きたい人を入れる箱です。要はあまり興味を持てない人全般ということです。まあ大嫌いな上司もここに入ります。あと仕分けに迷った人もここに入れてしまいます。次に二つ目の一緒に過ごしたい箱は、一緒にいて楽しいと思える人、面白い人、また会いたいと感じる人を入れる箱です。楽しい時間を共有したり、遊びや趣味を一緒に楽しんだりする人を入れていきます。最後三つ目の理由なく惹かれる箱は、理由はわからないけど、なぜか気になる人、感覚的に好かれる人を入れる箱です。用もないのに連絡を取りたくなったり、実際に連絡をしてしまうような相手をここに入れていきます。どうですかね？ルールもかなりシンプルですよね。これをやるだけでもあなたの気持ちは整理されて、とっても人生がシンプルになるので、本当にね、おすすめな方法です。ただ、この仕分け作業をするときの重要なポイントもあって、それが感覚で仕分ける。これなんですよ。この人はお世話になっているからとか、頭では考えず、直感でパッと分けていきましょう。感覚でもちょっと難しいという人は、心のサーモメーター、これを意識してみてください。その人のことを考えると、心の温度がどうなるのか、ポカポカするなと感じたら、一緒に過ごしたい人、理由なく惹かれる箱に入れる。逆に思い出しても心の温度が変わらなかったり下がっていったら、どうでもいい箱に入れちゃいましょう。これ実際やってみるとわかるんですが、どうでもいい箱にめっちゃ入っていくんですよ。これね、ほんと大丈夫って思うんですが、大丈夫です。私もやりましたが、人生楽しくなりました。では次に、仕分けた箱の人たちとどのように付き合っていったらいいのか、これを解説していきます。2つ目、それぞれの箱の付き合い方という話です。ここではどうでもいい箱と一緒に過ごしたい箱の付き合い方に絞って話していきます。まずどうでもいい箱に入っている人とは最小限、最低限の接点を持つように意識していきます。ただ中には最低限であってもストレスを感じる人もいると思うんですが、そんな人にぜひやってほしいのが演じるという方法なんです。相手にとって不都合がない、さらに自分のエネルギーを一番消耗しない最高の仮面を被るようにするんです。例えばすぐ機嫌が悪くなって怒り出す上司には、普段からその人をよいしょしていい気持ちにさせるキャラを演じる。やたら LINE
LINE を送ってきて返事を要求してくる人にはスマホを見ないキャラや返事が遅いキャラを演じる、人の荒探しばかりする同僚には他人に関心がないキャラなどを演じるようにするんです。このように最初に決めておけば案外ね、自然と演じることができるんですよ。でも自分に演じる力なんてないよって思うかもしれませんが、思い返してみると私たちはこれまで何かしら演じてきてるんです。お客さんに対しては店員や営業という役、上司に対しては部下という役などいろいろありますよね。その無意識にやっていたもの、今までは自分の意思ではなく演じていたものを着ぐるみをかぶるような感覚で自分の意思で役を演じると決めてそれをすればいいだけなんですよ。ちなみに私はこの演じるというのはサラリーマン時代の特技で、先輩からはいつもまあは本当人徳があって好かれるよねって言われていたんですが、これね、人徳とかじゃないんです。演じるのがめっちゃ得意なだけでした。先輩すみません。次に一緒に過ごしたい箱の人との付き合い方ですが、何を共有するか、これを決めることが重要です。例えばこの人とは趣味のテニスを一緒に楽しむ、この人とは一緒に楽しくお酒を飲むといった感じで分けていくんです。このように楽しい時だけを共有することを意識していくことで、その人との楽しい時間をどんどん増やすことができるんです。逆にそれ以外の部分は減らすことを意識していけます。例えばテニスは一緒に楽しむけどお茶や食事には行かないとか、食べ歩きは一緒に行くけど悩み事の相談をしないといった感じです。この違いを意識してコミュニケーションを取るようにすると、さらにあなたの楽しさはアップしていくんですよ。これね、まあただ注意点が一つあって、それが欲張りにならないようにするということなんですよ。楽しい時間を過ごすとね、どうしてもこの人となら他のことも楽しいに違いないと期待が大きくなりやすいんですが、そうなるとね、いつの間にか相手との距離が近すぎてそれがね、負担となってしまうんです。どんなに楽しい相手でも距離感を間違えると不快になる。だからこそ何が楽しくて何が楽しくないのか、これをね、意識することが大事なんです。この人とはゴルフだけ、この人はお酒だけみたいに、ぜひね、カテゴリーを分けてみてください。この種類が多い人ほどいろんなことでいろんな人と楽しむ習慣があって、なんか幸せそうですよね。ちなみに私は年に数回サラタメさんと飲みに行くんですが、 YouTube を語り合える友人にカテゴライズしています。この本にはあともう一つの理由なく惹かれる箱の付き合い方についても詳しく書かれているので、気になる方はぜひ続きを読んでみてください。3つ目、恋愛の箱という話です。まあ恋愛マイスターである私マーですが、恋愛の箱、これについてもね、解説しちゃいます。ほとんどの人が恋愛の箱というのを作って、そこに恋人や好きな人を入れているんですが、正直ですね、この恋愛の箱は100害あって一理なしなんですよ。というのも、この恋愛の箱はルールがたくさんつけられてしまう場合が多く、それが原因で関係を複雑にしてしまうからなんです。例えばですけど、恋人は一人でないといけないという人もいれば、何人入っても OK という人もいます。連絡は1週間に1度でいいという人もいれば、毎日したい人もいます。つまりこれらルールが全部相手に対しての期待になってしまうんですよ。中でも恋愛相手に対する期待は他の関係に比べて強い傾向があるので厄介なんですよ。期待すればするほど誕生日は必ずあって祝ってほしいとか、クリスマスは毎年特別な場所で過ごしたいといった細かいルールが出来上がってしまうんです。ただルールが多ければその全てに当てはまる人は少なくなりますし、仮に恋愛関係になったとしても相手が期待に応えてくれないとがっかりしてしまうことになります。また自分に対しても無意識のうちに高い基準を作ってしまい、相手をがっかりさせたくないというプレッシャーを過剰に感じて余計悩んでしまうんですよね。ですから恋人の箱はまず捨てることが大事。気負わずにリラックスして接してみてください。そうすることで相手に対して純粋に感じている気持ちを受け入れられるようになります。そしてその気持ちを素直になって、先ほど紹介した3つの箱に仕分けてみてください。恋愛の箱を通してではなく、自分の感覚で自分の気持ちで見ていくことが何よりも大事です。さらっとまとめです。1、人間関係の箱。2、それぞれの箱の付き合い方。3、恋愛の箱という話でした。この本には今回紹介した以外にも、飲み会や義理の付き合いなど様々なシーンにあった対処法も詳しく書かれています。今ね、人間関係に悩んでいるという人にはめちゃくちゃおすすめの一冊です。説明欄にリンクもあってありますので、気になる方はぜひポチってみてください。私先ほども言いましたが、演じるというか他人に好かれること結構得意で、私がねやっていたことは、自分が受けて感動したことはメモをしておいて自分も他人にやるということを意識してやっています。例えば取引先とか職場の人から飴玉を一粒もらったとします。その時ももちろんお礼を言うんですが、次会った時にそれを覚えておいてお礼を言うんですよ。そうするとそんなことよく覚えてるねって相手は感動してくれるんですよ。あとはお店で靴を脱ぐ時とか、さりげなく向きを揃える、こういったね、小さいことでもいいんです。自分が受けて感動したエピソードはメモをしてね、ぜひ他人に実践してみてください。これ無意識にできると本当にね、好かれやすい人になって人生が楽に生きられるようになります。あとはね、この本の内容と一緒で、どうでもいい人に対しては何もね、気を使わない、これがね、30代になってきてからできるようになって、私自身はめちゃくちゃ生きやすくなりました。ぜひ
学識サロンは公式 LINE を大幅リニューアルしています。リニューアルに伴い LINE 限定特典を2つ用意しています。1つ目、ビジネス書診断。私が今までに解説した約400冊の本の中からあなたに合った1冊を選び出します。スタートボタンを押して質問に答えていくと診断結果が届くんですが、これやってみると楽しいです。2つ目、 LINE 限定動画です。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろんこの日本のことです。普段からね、このチャンネルを見てくださっている勉強熱心なあなたなら、今の日本はやばいということは気づいてると思います。その日本で今後生き抜くために個人としてどんな力が必要か、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。概要欄の URL をタップして友達追加していただければ、すぐにこの2つの特典は見れちゃいます。ぜひね、私とお友達になってください。お願いします。さよなら、さよなら、さよなら。